演技をする、そして、日体大に少しでもプレッシャーをかける、そういった演技が必要ですね。去年まではその日本体育大学にいました、社会人1年目の武田です。最初はシンダイビングダブル、少し前に大きく出てしまいました。右足一歩、まあ、武田選手、そして次に続く田中選手も、あまり D スコアが高くないですので、どれだけ E スコア落とさないか、これがポイントですね。オールラウンダーの武田です。この後佐藤匠はスペシャリスト、最後に美しさで勝負、田中和人という順番になっています。徳洲会体操クラブはかつて5連覇がありました名門です。水鳥さんの、はい、まあ、出身チームということになります。8年ぶりの優勝を目指しています。まあ、本来であれば田中選手、一番手に来るところをやはり鉄棒後半で実施したということで、はい、最後に回っています。演技勝ち点としては最も高いのは佐藤匠、この後に演技する選手です。はい、大事なのはやはりこのトップバッターです。最後3回ひねり、おっ と手をついた、これは大きい減点になります。そうですね、もったいない、大過失ということになりますか。はい、今手をついたかつかない。